それではレディー笹川杯優勝戦進出を決めました佐々木博美選手です。まずはおめでとうございます。そして、多くの佐々木博美ファンを代表しまして、私もファンとして最終日、はい、最終レースまでワクワクさせていただいて、はい、まずはありがとうございます。はい、いやよくぞ来ていただきましたね。あ、よかったです。はい、です昨日まではむちゃくちゃいいなと思ってたんですけど、うん、今日の朝何もせずに行ったんですけど、はい、ちょっとおかしかったので、うん、気象状況がちょっと変わったのかなと思いました。で調整が必要かなと思いました。そこの調整して順位は挑まれたんですか。はい、そうです、はい、どうでした順位の方は。ちょっとやりすぎた感はちょっとあったんですけど、うん、まあ、展示タイムは全部光ったので、うん、足は大丈夫かなと思いました。はい、明日ちょっと天気が崩れて、はい、気温もちょっと下がるということなんですが、はい、気温が下がる、うん、はい、ちょっと、まあ、3度ぐらいかな。でもそれも変わるんでしょ、はい、3度も。あ、違いますね全然、はい、うん、どうですか対応としては。回りすぎの症状が出るとちょっと、うん、はてなってなっちゃったので今日、うん、まあ、調整しないといけないなと思います。まあ、スタートは今節、うん、遅れないように、はい、行きます。今もさすがスリットの女神。いやいやいや、もう外がねちょっと早かったからあれやけど、佐々木宏美としてはもう 1-0 ですから、ほぼそうですね、完璧なスタートでしょう。はい、インコースなので遅れないようにと思いました。はい、さあ、まあ、優勝戦、まあ、もう何度も言いますが、この動画でなんとか佐々木宏美の優勝動画を僕はお届けしたい、見せたいと思ってるんですけども、はい、十分狙いますよね。足は、はい、上位にあると思います。はい、あとはまあ相手もあることやから、あと展開と、うん、そうですね、まあ、もうまずはスタート見せてくれたら、そうですね、はい、不安としてはまずは満足します。はい、わかりました。はい、はい、それではじゃあ最後に抱負をお聞かせください。はい、常滑好きなので最後も一層頑張ります。佐々木博美選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。優勝してや。はい。